牛方馬方騒動は、江戸時代初期に、肥後熊本藩加藤家で起こったお家騒動。熊本藩家老の加藤正方一派と、同じく家老の加藤正嗣の一派による藩政の主導権をめぐる対立構想の末、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の震災によって摩擦具派が没落し、藩政の主導権が西方派に一本化された。名前の由来は、 加藤正方の官職が馬の城であったことから、正方派を馬方、正継派を牛方とあだ名したことによる。慶長16年、熊本藩主であった加藤清正が没し、幕府は着手の加藤忠宏の家督相続に条件を出した。若年であった忠宏が後目を継ぐ前提として、東道高虎を後見人として定め、ご家老による合議制を中心とすることを求めたのである。 さらに反省にも介入し、それまで、日ご内巻城代であった、加藤正方を狩ろうとして麦島城代に取り立てた。忠広の州法から七年を経た、元内四年、西方派の下津宗秀が、忠広の州都であった、玉木、丹波守や、正津倉を幕府に訴えて、大阪の陣で、豊臣市へ、兵糧の扶助を行い謀反を起こしたと申し立てた。ほどなく、 マ次派も正方派を訴えたことから、事態は両派による訴訟合戦の様相を呈し、加藤家の内交が幕府に露見。幕閣は関係者と藩主の忠広を江戸で吟味。将軍、徳川秀忠自らの採決によって、藩主、忠広の責任は不問とした上で、正方らには勝訴を申し渡している。一方で敗訴したマ次派の多くは廃り処分を受け、マ次は、 堀直より預かり、丹波守はガム忠さと預かりとなった。その後、勝訴した正方は、元那八年には、八代城を完成させて、筆頭城代家老の任につき、反省の中心に重きをなした。ありがとうございます。